アンジェロ・ドーキンスは、アメリカ合衆国のプロレスラー。本名、ケイリー・ゴードン。オハイオ州シンシナティ出身。WWE の参加団体である NXT に、所属。NXT2012 年10月、WWE とディベロップメント契約を交わし、入団。参加団体である NXT にて、アンジェロ・ドーキンスのリングネームでロスター入り。12月20日。 NXT ライブにて、ソーヤー・フルトンとのシングルマッチにてデビューした。2013年6月19日、NXT にて、サミゼインと対戦するも敗戦した。2014年4月24日、サングラスやリュックを身につけた陽気な学生ギミックへと一新して登場。タイラー・ブリーズと対戦するが、一方的に攻め込まれ、最後には、ブリーズのフィニッシャーである。 ビューティーショットを暗い敗戦した。5月15日、コリン・キャサディと対戦するがこの試合も、一方的な展開となりキャサディの新フィニッシャーである、エンパイア・エルボーを暗い敗戦アピールをすることができなかった。11月、エリートアマチュアレスラーユニットである、シュートネーションの一員として発表され、ギミックを変更することになる。ソーヤー・フルトンとのタッグで、 NXT ライブで活動するが2015年5月14日、シュートネーションは解散となった。2016年12月16日、NXT ライブにて、モンテス・フォードと組んで、サニティと対戦。終盤に、ニッキーより毒斬りを浴びせられると、ヤングより丸め込まれ敗戦。試合後に、サニティより追い打ちとなる襲撃を受けた。二千十七年四月十八日、 NXT ライブにて、モンテス・フォードとのタックネームを、ストリート・プロフィッツと名付ける。ティノ・サバテリ・アンドリ・ディック・モスと対戦。勝利した。2018年10月28日、エボルブ・エボルブ114にストリート・プロフィッツとして参戦。エボルブ・タック・オーザを保持する、トゥーム・パトロールに挑戦。最後に、フォードが、ジャカにフロック・スプラッシュを決めて勝利。ベルトをダッシュした。 2019年6月1日、テイクオーバー、XXV で空位となっていた、n x t タック王座をかけた、フェイタル4ウェイ形式のラダーマッチによる王座戦にフォードと組んで出場。終盤にウェスリー・ブレイクが、ラダー上でベルトを掴もうとしたところで、フォードがトップロープからスプリングボード式のジャンプで、ラダーに飛び乗り、ブレイクをパンチで振り落として、ベルトをダッシュ。 王座を体感した。ありがとうございます。